三島寺コンボ古墳群は山口県萩市三島麻辺尻に所在する200基に上る石石塚の群集墳である。1984年7月25日に国の史跡に指定された。三島は萩市の北北西約 45km 沖合の日本海に浮かぶ離島である。本古墳群はこの島の東南部海岸の歴浜上に築造されている。 出来浜は東西に伸び、それに沿うように長さ300メートル、幅50から100メートルの範囲に約200基が存在する。これらすべての古墳が出来浜の自然石を積み上げた石石塚である。発掘調査された古墳数は全体の約1割である。築造時期は副葬品に上岸へ宝が含まれることから旧世紀後半のものと推定されている。 短い沿道部を持つ横穴式石室と広く浅い箱式石棺様の埋葬施設を持つ同時代の島内の集落規模から考えて被葬者たちを島人とするのは無理がある石石塚と副葬品の組み合わせが岩手県に多数存在する映像塚と共通することと副葬品の帯具の特徴から発掘調査された56号分の被葬者は 長渡国に位廃されてきた不臭集団の長であったと考えられる。副葬品はこの市長が七八位の位を持つ有意者であることを示しており、三島の不臭集団は国史の飛護のもとに自治的に統率されていたと考えられる。副葬品は鉄属、鉄刀などの武器が多い。西日本ではあまり見られないわらび手刀、鉄釜、トースなどの鉄製品、石、銅、 近藤製かんざしこ、近藤製すず、銅腕、銅さじ、ガラスこだま、玉、回駆しろ、まがたま、金管闘争寝具、緑陶器、戦火など、ABC 山口県2008、ピアニッシモ、939から940。ありがとうございます。